トンちゃんの先生、俺でよかったな。いや、マジでよかった、本当、マコさん、本当。これ、マコ、あの、うん、マコさんがどうのこうのじゃなくて、うん、あの、人間性的に。あ、人間性的に確かに、そうですね。相性いいですね、確かに、本当。人間性的に。マコさん、ってか、なんでそもそも竜触ろうとしたんですか？なんか急に。いや、遊びっす、ただの。あ、本当、あ、本当遊びで。遊びで、うん、遊び、うん。ってか、なんか、ちょっと、うん、あの、自分の使ってるキャミが、いるんですけど、はいはいはい、まあ、それでちょっときついければもしかしたら竜いけるかもしれないって試しにやってみたら別に全然いけなくて、はいはいはい、うん、これダメじゃんって思ってたんだけど、なんか竜やってるとみんな喜ぶから、はい、しかも結構勝てるから、なるほど、なんかやっちゃってただけっす。あ、じゃあマコさん、ちょっと俺は調子に乗った言葉言っていいですか？あ、どうぞ。ちょっとキャミ一戦どうすか？まあ、それはやばいよ。いや、いいよ、全然。あ、いいっすか、いいっすか、いいよ、いいっすか、別に。いいっすか、別にいいよ。あ、じゃあ、飲み物だけ取ってくる。あ、はい、オッケーっす。今だったら言えるかなっつって。うん、ちょっとやっぱ、経験したいなって、やっぱ、体験したいなって、やっぱ、まあね、うん、一度ね。そう、本当、うん、9月11日、1時4分、はい、魔人消滅。もう、早いな。うわ、来たー。早いや、チッチだ。うん、マジか。マジか。シュ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 シダメか、くそチッ、マチャオなかなかやるじゃねえか。いや、俺結構やるじゃねえか、マチャオ。俺勝って気まじい空気にしてやると思ったんだけど、チマジでそれだけはさせねえと思った。チックッシュ、えい、ほら、だよな。だよな。分かってんだな、もう俺の気持ちが。限界だよな。限界だよな、マッチャーをな。限界、限界。
うわでかいな、ちょっと。勝利君出ねえんだこれが。勝利君出ねえんだよな。ちょっと ラスイッチですか。ラスイッチ。オーケーオーケーオーケー。ラスイッチ。すみません。ちょっと。そう面白いよ。やべ。これはダメだな。待ってたな。待っちゃいましたね。待ったね。三席ですこれ実は。でかくなったね。はい。いやもうでかくなりました。はい。ラオ出てきた。ラオ。サウザーですけど。あサウザーか。サウザーか。いや生ラッシュなんか当たんねえなクソ。あクソこれなんと。ニョがな、俺ほんと弱点なんだよ。いや投げ押しちゃうね。押しちゃいますね。いやでも待っちゃおう。はい。いいよ。いやいいっすか。いい。いいっすか。いや昇竜の入力スピード、うん、マジで一級品。超速い。ちょっとね、そう少し練習したんですけど、うん、やっぱそこにメモリを割いちゃうんですよねやっぱね。いやそうね。そこら辺はあるけどね。いや俺めちゃ負けたけど超嬉しかったな。あ逆にね、あ嬉しいっすそう言ってくれて。はい、いやマジよかった。いやしかもねなんかやっぱり相手が強ければ強いほど集中力上がってる、はい、やっぱ。ああ見てこれ見て。
このリジェクトのファイトナイトのディスコードなの、これ右側ね、右側ね、これさ、チーム A タイ人といろんな人たち、チーム B 社会人といろんな人たち、チーム C 黒人さんといろんな人たち、チーム1ハイトニーさんといろんな人たち、大貫さんといろんな人たち、スパイギアといろんな人たち、フトちゃん1人、乾慎一郎いろんな人たち、アリケンいろんな人たち、見てこれ、俺だけ1人俺だけ誰もいねえや、セコンドが、うん、みんなこれやってるけど、こうやって俺だけいねえや、うん、俺だけいねえや。でもやっぱり孫さん以外から教わる気になんねえよ、やっぱもう。